それでは戦国無双3続きからやっていきます。今回は火災大崎一騎、あ、一騎戦、まさか五木いるそんなわけないか。孫一らの活躍で上田城の戦いは勝利。孫一は覇気を取り戻した政宗に従い、伊達家の奥州統一を助けた。しかし、すでに秀吉は天下の大半を支配し、政宗は天下への野望をたぎらせながらも、秀吉の前に膝を屈するほかなかった。野望の果てぬ政宗は、奥州の自立を図り、反豊臣勢力の反乱を扇動。対する秀吉は、海姫らに鎮圧を命じる。密かに反乱を指揮する政宗の傍らには孫一の姿もあった、龍が飛べずにもがいてんなら助けてやるしかねえだろう。第2話、火災大崎一騎。お前の心撃ち抜くぜ。撃ち抜くぜ。ここ初だよね。一敵から戦闘の時間経過が遅くなる。電気ゲージ最大、能力値上昇、移動速度。おー、なるほどね。あ、入れか、あ、待って、入れ替えもできんじゃん。なるほどね。携帯道具はまあ増えたりしてないのかな。まあ武器はこれでいこうかな。よし。お、雪マップや、雪マップ。忍びの気配、片付けないとダメだよな、やっぱ。忍びか。何が皆が笑って暮らせるよじゃ。笑わせよる。少し煽らば秀吉の天下で笑えぬ者どもが反乱する。この乱、わしが天に昇る踏み台にしてくれるわ。進め。おお、戦場の土となるのか。結構ダメージ入ったらどうしよう。相手にしてらんない。お、じゃね。殺人技。ここで果てるわけには参らぬ。なんか色が、色がまがまがしいんだけど。いたいた。た。よしよし、オッケー。開門。開門。行くぞ。かかれ。あ、雪村出てきたな。カイ殿、お待たせしました。カイ殿、私も加勢します。雪村、やはり現れおったか。進め。雪村が相手じゃまずいだろう。接近する前にね。マサムネ殿では。あいつが黒幕だったの。絶対許さない。雷とか行くぞ。かかれ。戦が長引くほど相手の兵力は増えてくってことだ。豊臣物量で押し通す気じゃない。気持ちすぎ。雪村、お前もマサムネの天界の野心笑うかい。いな、生き様とは一つの信念、猛襲を完成すること。ドゥルン。望むものを手に入れるため、ただ強いな。全力を尽くすは必然。ですが、政宗殿、あなたの望むものとは何ですか。
知れたこと天下よ。天下など過程に過ぎないでしょう。その先です。開門です。勝機を待つしかないか。守りを固めて。閉門行くぞ。かかれ。行きます行きます。クズが無用なら。三成か。太平の天下構築の進捗が遅れる。下の不満を無視して進捗を気にするなど少しよ。下三成を撃破せよ。どば乗っていこうか。行くぞ行くぞ。かかれ。また援軍かよ。もう飽き飽きだぜ。この銃さえあればわしにできぬことなどないわ。俺もそう思ってた。だが一つできないことがある。なんじゃそれは。銃の上に安穏と座り続けることさ。貴様なぜこんなところで乱に加わっている。政宗がどんな竜に化けるか。これ弱くない？カメラカメラ。政宗は変わろうとしてる。俺はそれを待ってる。呪縛から逃れた奴の手助けをしてやるためにな。行くぞ！かかれ！交代出現。豊臣本陣を守るはこの連中か。俺ら相手に鉄砲とは笑わせてくれるね。全滅させよ。鉄砲隊を全滅させよ。オッケーオッケー。おい成田さん。お見事。最下衆の力こんなもんじゃねえぜ。おい、お見事。歯ごたえのねえ連中だぜ。連中だぜ。いやこれがいいな。やっぱお2個出た。敵将あざ打ち取ったぜ。嬉しいよねやっぱ2個出ると。鉄砲隊開いたね。蹴りで倒せる。蹴りで。開門。本陣を踏み潰して終わらせてくれる。進め。うわ、このチャージに雷乗ったらやばいな。うん。防具を獲得。あざ。激破効果でゲットしたやつはなんかいいやつなんだよね。お嬢さん、怪我をさせたくない。聞いてくれ。行くぜ。何よ。ちょっと優しくすれば言うこと聞くとでも。イケメンっすよ孫一。なんか怪人に当たってないけど。いい男なんて嫌いだ。うがー。可愛いな。お見事。おお強い。歯応えのね連中だぜ。日常を壊して何が天下への野心よ。何も伝わってこない。 あんたの言葉は空っぽ。黙れ黙れ黙れ。とっとと失せ。ち、気に入らねえ。おい、天下の豊臣を退けたんだ。喜ばねえのか。バカどものせいで京がそがれたわ。
行くか。世の女性たちが待ってるんだね。じゃじゃん。なんか赤い素材が勝てて多いな。あ、持てんのか。か激破効果。あー、どんなやろうか。これは落とそうか。ん、ムービーだ。つまらぬ。あと何度これを繰り返せばよい。さあな。これでは一生は馬上に過ぎ、天下を取った時には老いぼれよう。じゃあ天下はもういいのかい。わしが作りたかったのは天下の中身。外側など誰が組み立てようと構わぬわ。ほう。わしは秀吉と会う。手はあるか、孫一。そうね。政宗は金の十字架を背負って都に現れた。本来なら処断されるはずの政宗だったが、その伊達男ぶりを秀吉が喜び、特別に対面が許された。こたびの欧州の反乱、慶が糸を引いていたそうだが。まさか。動かぬ証拠だ。この書状には慶の赤礼の花押も入っている。何が出るかと思えば、孫をことなき偽物よ。言い逃れとは見苦しいことだ。まこと我が花押なれば、赤礼の目に針で穴が開けてあるはず。ご確認願わしゅう。確かにないな。何をつかんだ、政宗。小田原の時より堂々としておるな。まさに竜の名を追うにふさわしき男よ。ありがたきお言葉。うん、